アイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科アイレディスクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、私の宮津さんが生放送でお送りいたします。さあ、ということでですね、この番組、実際にですね、お産のをしているね、瞬間を録音して放送するコーナー、今日も3人のお子さんの出産シーンを、お届けしたいと思います。そしてですね、番組の後半では教えて北条先生のコーナーがあります。このコーナーではですね、今日は、10月29日、明日ですね、アイレディスクリニック4周年を迎えるということで、インタビュー特別編だということですので、クリスマスコンサートのお知らせなんかもあると思いますので、アイレディスクリニックちょっと行ってみたいな、足を運んでみたいなんて思ってる方は、このお知らせインタビューもね、北条先生のコーナーも楽しみにしておいてください。この番組ですね、皆様からのメッセージ、も募集しています。実際にね、出産シーンを流すので、自分の奥さん、それから自分自身ね、が産んだ時はこうだったなとか、こういうのを思い出すなとか、自分の娘息子さんのね、成長してこういう、子育て、こういう子育てしてるよなんていうメッセージがあれば、ぜひねメールで送っていただきたいと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 メールアドレスは 797@fmginowan.com でお待ちしています。ラジオだけではなくて、スマホのアプリでも聞くことができます。こちらはですね、スマホのリッスンラジオのアプリをダウンロードして、全国のラジオ局っていう場所があるので、そこから九州沖縄選んで FM ギノワンを選曲して聞いてください。パソコンでもね聞けますので、 FM ギノワンのホームページの再生ボタンを押して、完全全編同時放送をお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは、このコーナーに行きたいと思います。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディスクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディスクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。今日も3人の瞬間、お産の瞬間を放送いたします。まず1人目、匿名希望さん、女の子を出産されたお母さんです。家族に見守られながら頑張るママ、無事に出産して赤ちゃんとの握手、可愛い泣き声が聞こえてきます。小さいお姉ちゃんとおばあちゃんです。それではお聞きください。はい、出ますよ。はい、握手。はい、反対の手も握手しますよ。はい、さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。立ち合わせてくれてありがとう。感動しました。これからまたね、まあ、長いお使いになりますけども、元気ですくすくね、で子育てもまた一生懸命頑張ってください。まあ、できる限りの応援します。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。またまた可愛い孫ありがとうございます。また一生懸命みんなで頑張って育っていきましょうね。はい、本当またお疲れ様でした。はい、本当に感動でした。はい、これはもしかしてお父さん方とお母さん方のおばあちゃん両方ね、ですよね、きっと。珍しい。結構自分のお母さんの母親側が立ち会うことは多いですけど、こうやってご両親揃って、
出産の現場にいるって、なんか家族関係がすごくうまくいっている、証なんじゃないかなって、結構やっぱね、なんだろう、シビアっていうか、切迫したような雰囲気だったり、ナイーブになってるお母さんとかもいるけど、ね、こうやって二人でみんなでね、一緒に頑張って育てていこうねっていうお母さん、おばあちゃんね、おばあちゃんの一言がすごくなんか協力的だなっていうのがね、話をしてる感じでもすごくよくわかるなっていう思うようなコメントでしたね。お姉ちゃんもいるということで、家族みんなで赤ちゃんをお家に迎え入れて、楽しく子育て、していっていただきたいなと思います。さあ続いても匿名希望さん、次はですね男の子を出産されたお母さんだそうです。頑張って出産、赤ちゃんが元気な泣き声を聞かせてくれて周りも歓声を上げています。コメントはほっとしている様子のパパのコメントです。それではお聞きください。今日僕はそわそわしてました。でも無事生まれてよかったです。はい、お父さん短いコメントでしたけれども、なんだか伝わってくるものがありますね。そわそわっていうことですけれども、お産するときはね、やっぱり男の人ってなかなか何したらいいかわからないことの方が多いと思うんですよね。で、これだけ自分のね、奥さんが痛い思いして頑張ってるんだけど、一体俺はどうしたらいいんだろう、おろおろそわそわみたいなね、感じだったんだろうなと思いますけれども、よしあしありますけど、やっぱり自分も一緒に参加して、このお産に立ち会って腰をさすってあげたりとか、まあ、声かけしてあげたりとか、それだけでもね、きっとお父さんのいる意味ってあると思いますので、そわそわしてましたって無事に生まれてほっとしてる様子がね、なんだかちょっと、微笑ましい、コメントでした。はい。さあ続いて、最後3人目ですね。3人目は匿名希望さん、女の子のお母さんです。赤ちゃんとママの握手から始まります。可愛い泣き声を聞いてママも安心している様子です。そしてママによるへそのをカットです。コメントはママとおばあちゃんとおじいちゃんです。それではお聞きください。手が出てくる、手で握手してごらん、見てよ自分のこと、うん、はい、しっかり見なさい、見てあげてね。はい、頑張った。おめでとうございます。自分で頑張った。あー、頑張ったね。かわいい。ねえ、お母さん手袋、母さん開ける、はい、手袋してこっちで切りましょうね。よし、はい、よし、もう一回。おめでとうございます。もらえてきてくれてありがとうね。痛かったよ、頑張ったね。あー、かわいいな。だいだい頑張ろうね、またね。あー、すみません。赤ちゃんとお母さんに向かってでもいいので、一言ずつ。ああ、美和ちゃん、お疲れ様でした。長い入院生活。もう胸がいっぱいで。おめでとうございます。ありがとう。はい、皆さんにもありがとうございました。どうも。ありがとうございました。はい、最後のおじいちゃんの、インタビューの感じがすごく言葉にならないような雰囲気でしたね。お母さんがおしゃべりしてる間の、赤ちゃんの声、もうたまんない、もう母性本能くすぐられるわって感じですけども、自分が産んだ時のことを思い出しますね。まあ、たった4ヶ月前ですけれども、このね、匿名希望さん、女の子を出産されたお母さんですけれども、さっきのおばあちゃんの雰囲気だと、長い入院生活ってぼそっとね、ちょっとおばあちゃんが言ってたので、きっと、
と妊婦生活大変なことがたくさんあったんじゃないかなと思うからこそのおじいちゃんのね、なんとも言えないコメントだったんじゃないかなって思いますね。あの先生がね、北条先生がよくほら赤ちゃんの握手してって言うけど、結構ねお産の時って痛くて反り返っちゃったりとか目つぶっちゃったりとか、なかなかお母さんって我が子をこう一番に出てくるのを見るのって結構ハードルが高かったり、一番初めに目があったのがお父さんだったっていうことなんかも結構よく聞いたりしますけど、ああやってね先生がちゃんと顔見てあげてって言ってくれるとね、ふと我に返って、あ、自分の赤ちゃん出てくるんだってすごく実感する瞬間だと思いますので、いい出産シーンでしたね。はい、今日も3人のお母さんの出産シーンをお届けしました。すべて匿名希望さんですね。女の子が2人、男の子が1人、お送りしました。この番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組のメールアドレス 797@fmginowan.com にお送りください。またツイキャスでもですね放送しているんですが、こちらからも今コメントが入っているので読みたいと思います。ラジオネーム、イリエンさんからいただきました。イリエンさん、群馬県から聞いていらっしゃるということで、素敵な放送ですね。群馬ではない FM ですね。すごく可愛いと、先ほどの出産シーンを聞いてメッセージを寄せてくれています。そしてもう一つ、ラジオネーム、いみっちおじさんからいただきました。お姉ちゃんのよろちくねっていう言葉が可愛いですね。小さい女の子って弟妹ができると小さいお母さんみたいに下の子の面倒を見ますよね。そんな姿を見ると胸がキュンってなります。女の子って小さい頃から母性本能があるのかな、泣き声可愛いねというメッセージです。そうですね、私の娘も、いみちょさんも女の子のお子さんいらっしゃいますよね、きっとね。うちの娘もまだ2歳ですが、母性本能があるんじゃないかななんて思ったりするタイミングありますよ。で、なんか、小さい子って、女の子は小さくても女だなって思うことも多いし、なんか、上の子ができて、下の子ができてね、なおさらは上の子、まあ赤ちゃん返りしたりすることもあると思いますけど、ふとね、面倒見てくれる瞬間があったりとか、すごく、成長を感じられることってたくさんあると思いますね。今日産んだね、3人のお母さんもご兄弟がいらっしゃるね、方もいるみたいなので、これからさらにね、お母さんお父さん楽しい日々が過ごせるんじゃないかなと思いました。皆さんからのメッセージ、まだ他にもたくさん募集しています。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニック、アイレディースクリニックではこれからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。北条先生に対する質問などもお持ちしていますので、ぜひ皆様からのメッセージお寄せください。それでは一旦 CM です。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our musicOur entertainment has begun. We do not know what is our life, nor our death, nor ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmginowan.com. Please send us an email. Thank you. 夏休みだからやっぱまあ性教育ね。はい。まあそれではこのコーナー、教えて北条先生のコーナーです。
このコーナーではアイレディスクリニックの院長の北条秀先生にお産についてお話をお伺いして、上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を毎回流していくコーナーです。さあ今回はですね、明日29日ですね、10月29日なんとアイレディスクリニックが4周年を迎えるそうです。でインタビューもね、特別編を今回はお届けするということで、まず前半に院長先生の4周年を迎えるにあたっての思い、そして後半にはですね、先生ご自身の本を出されたということで、この出版された本の話、それからアイレディスクリニックのクリスマスコンサートについてのお話があるそうです。まず今回はですね、前半院長先生の4周年を迎えての思いについてインタビューをお聞きください。アイレディスクリニックが4周年を迎えて5周年目に突入ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。10月29日で5年目に突入ということですね、はい、あっという間でしたけどね。あっという間でしたか、この4年間、いかがでしたか。まあ、本当にね、はい、オープニング当初、ね、僕の思いをね、やっぱり深く掘り下げて理解できないとやっぱりついてこれないというかね、まあ本当にやっぱり何ですかね、産科って正直もう今なり手少ないんですよ。まあね、夜中は起こされるし、ね、旅行にもまともに行けないしってね、だから QOL だから本当に使命感だったりないとできないから、それは他のねスタッフ看護師もみんなそうです。だからそのために頑張るメンバーだけがやっぱり残ってきたというかね、そういう意味で4年間洗練されて、医療はチームワークね、これを実現するためのスタッフがね、こうみんな揃ってきたなっていうね、すごいですね、まあ、医療はねやっぱり医者一人じゃできませんからね、看護師さんがいて、またそれをサポートする周りのね助手さん、保育士ね、あるいは食事でも栄養士さんだしね、料理人ね、あと総務ね、医師課のエステもそうだしね、ここに働いて駐車場のおじちゃんも、ああそうですね、はい、そういうみんな一人一人全部が集まってチームワークとしてアイレディースっていうのを作り上げているのでね、やっぱ企業文化っていうのがようやくできてきたかなっていうね、そうですね、なんかいろいろ困難を乗り越えて、いい人たちが、そうですね、私にもみんな優しいです、あ本当、はい、よかった、毎日お茶も出してくる、まあ本当に細かい、僕はやっぱり少し細かいところはあるけど、やっぱりね、他人を思いやった行動をしてるかどうかは常に職員にもとって、ね、自分の都合じゃなくて、はい、それが本当に患者さんのためになってるか、あるいは同僚のためになってるかね、それを考えてこう行動してないときは僕はガツンと雷を落としますけどね。この赤ちゃんが生まれてきて、お母さんと共に初めて会う人間の人たちじゃないですか、そうね、ここにいる人たちって、だからなんか幸せだなって思いますね、今考えるとやっぱり多分ね、本当にこんなに俺に僕に厳しく怒られても、はい、ここでみんな頑張ってるのは、赤ちゃん生まれた瞬間みんな本当におめでとうございますって言うわけよ、うちの人、別に俺教養も何もしてないんだよ、だからやっぱみんな僕と同じで赤ちゃん生まれる瞬間がすごく好きで、ね、そういう気持ちの人たちがやっぱりいるんでしょうね。そうですね、本当に赤ちゃんとこういう仕事が好きな人たちなんでしょうね、そうね、やっぱりだからね、こんなに忙しいとは思わなかったとか言ってね、辞めていく人もいるんだけど、まあ忙しいから辞めるんだったら、まあ、どこに行っても僕はどうかなと思うけどね、本当にね、自分が好き、あるいはこのため誰かのために働くっていうね、その気持ちがないと生活のためだけに働く人は、まあ、やっぱり続かないね、仕事はね。そうですね、素晴らしい、4年かけて築き上げたこのアイレディスクリニックの5年目に突入して、突入目前ですね、はい、今、はい、どういうふうに今後していきたいですか。そうですね、いろいろと、まあ、託児所、事業所内保育からね、そのシングルマザーをどうフォローしていくか、ね、あるいは、まあ、子ども食堂を含めて、あとは産後ケア、いっぱいまだまだやらなくちゃいけないことをやっていきたいということはいっぱい、ね、あって、それを一つずつも形にしていく時期かなとね、まあみんなが趣旨とそういう思いを分かってくれてるので、ね、そのために一人一人にこうポジションを与えて、みんなにそれぞれ頑張ってもらいたいなと、スタッフにもね、思いますね、はい、
またこの輪が広がっていくことで、ね、赤ちゃんいらっしゃいのコーナーは本当にね、はい、まあ、ユーストリームとかに聞いてくれてるようにもっと全国に広がっていけばいいなと思って、ね、こんなコーナーないでしょ。少しずつですけど、うん、コミュニティでは広がってますけどね。うん、そうね。ぜひね、これがいや大変よ。やっぱそのお産の録音を取ってね、こう、うん、作業を編集する、ね、保育士たちもね、うん、でもそうですね、本当この声を届けたいんだっていうね、うん、これを聞いてまたお母さんあるいはお父さんがね、うん、頑張ろう、あるいはね、いろいろ考えてもらえればと思ってこれをねずっとねやってきたわけだからね、はい、ぜひこの輪が全国に広がってほしいね。この4周年、はい、今年もクリスマスコンサートと、はい、そして今年はこれに合わせて同窓会も開かれるということで。そうですね、はい、4年に一度ふと思いついて今年ですね、ちょうど4年目でたまたまオリンピック屋に開業したんだなと思ってですね、うん、そうですね、だからあこれは4年に一度同窓会しようと思って、うん、ね、0歳から4歳まで子どもたちも僕も会いたいしね、はい、そのお母さんたちがまた来てね、アイレディスに生まれたっていう共通話題でね、うん、友達になってその輪が広がっていけばな、いいなとね、うんうん、もうそのコンサートをね、ウルトラマンとかも来てくれるし、はいはい、マジシャンもね、うん、あとはね、有名小嶋美沙子さん、まなみさんね、スタルブの方、あとはうちでね、出産してくれた寺島さんっていうシンガーソングライターね、はい、みんなすごくこういい歌もあるので、ぜひそれを楽しみながら僕も皆さんの子供たち同窓会したいなと。でもね、IDDS の子供たちだけじゃなくて、今回はもうこういうコンサートはね、みんな体調にもいいし、またちょっと育児をしてて少しね一息つきたいお母さんのためにもと、ね、誰でももう参加できるコンサートにしたので、ね、はい、楽しみにしてほしいなと思います。はい、こんなに盛りだくさんなんですけど、うん、もう小嶋美沙子さんとか最高じゃないですか。そうですね、本当に、母のね、いやー、傭兵みたいな。そうですね、ぜひそれをね歌ってもらっていただいてね、はい、みんなのまたこう明日からの活力になるよ、ね、そうですね。今年は祝日11月23日ですね、はい、に行うので、うん、参加みんなしやすいと思いますのでね、うん、ぜひ、来ていただいてねもらいたいなと思います。はい、ぜひ皆さんいらしてください。はい、続けますけれども、先生、はい、この4周年、うん、10月29日、迎えるんですけれども、うん、はい、なんと、本を出版されるんですね。はい、ちょっと少し本を出版する時期、ちょっと延期になりました。あ、本当ですか。なんとか、いや、クリスマスコンサートのこの日に間に合う形になりそうです。いいですね、はい。ちょっと少し内容を構成して、もっと思いを伝えられるようにですね。はい、まあ、一般的な内容プラス、まあ、僕自身の考え方ですね、うん、エピソードを含めて、はい、今から妊娠する人、初めて妊娠する人、あるいは、まあ、もちろん出産経験ある人もそうですけどね、はい、なんでこんなに何て言うかな、子供を守るためにしなくちゃいけないことはどんなことなのか、ね、うん、そういうことを本を読んでまたね、幸せになれるために、ね、ぜひそういうふうな知識を入れてほしいなという思いで本を出させてもらうことになりました。お母さんと赤ちゃんとその家族とその周りの人たちみんなに向けた本ですか。そうですね、まあ、クリスマスコンサート会場と、はい、まあ、病院の中では販売ですね、あと、まあ、書店にはまあどっか少しずつ置いていただけるという話でありますけどね。楽しみにしてます、はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、はい、ということで北条先生の今回はですね、4周年迎えるということでスペシャルインタビューでしたね。リスナーさんからですね、北条先生の話をいつも聞いていただいているのでメッセージも入ってますよ。ラジオネームいみちおじさんから入っています。先生のお話をいつも聞いていると、うちの19歳の娘が近い将来子供を産むときはアイレディスクリニックで出産してほしいな。そしてこの番組でおじいちゃんの都なまりの感想を紹介されたいな。なまりすぎて何を言ってるかわからないってアイレディスのスタッフの編集でカットされそうですが、だそうですよ。そっか、娘さんもう19歳なんだ。もうじゃあいつね、彼氏連れてきて
子供をね、産みたいっていうか、わからない年齢にこれからは差し掛かっていきますよね。はい。まあ、別にね、まだ若いので、すぐ出産っていうわけじゃないと思いますけど、なんだろう、ID ディスクリニック見てると、ちょっとしたなんか産婦人科のね、相談とかも結構なんかいろいろと受けてくれるみたいなので、なんか、身近にね、産婦人科がなんかなってきてるんじゃないかななんて思ったりします。はい。みちおじさん、ぜひ娘さんにね、アイレディスのホームページとかを見せてみてあげるといいです。すごく魅力的ですからね。私も次いいななんて思ったりしてますけれども、まあ、わかりませんけどね、3人目ができるかできないかは。ということで、皆様からのメッセージも、これからも来週もね、たくさんお待ちしています。この番組は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りいたしました。お相手は能見あずさでした。また来週お会いしましょう。